こんにちは、モーです。よろしくお願いします。今回の動画はですね、車社会の鹿児島、中でも知らず知らずに行っている、鹿児島市内の道路の謎のルールを少しお伝えいたしますので、最後までご視聴をよろしくお願いいたします。まずはですね、鹿児島の道路を走ったことがある方はわかると思うんですけど、鹿児島市内の道路はね、本当に非常に複雑回帰です。白洲台地にね、あるたくさんの住宅街から、まあ、猫の額のようなね、この平坦な中心部に向かって、こう、道路が作られております。で、まともなね、十字路の交差点は非常に少なく、紫原団地入口交差点やね、鹿児島中央駅前の交差点、あと、玉江橋西口交差点、で、柳町の交差点とね、本当にもっとね、上げるとキリがないぐらい、こう、複雑回帰なね、へんてこりんな交差点がたくさんあります。またね、この狭い平坦地にはね、たくさんの行政施設や公共施設、で、そしてね、これでもか、これでもかというぐらいにね、増えております商業施設を目指して、車が退去して押し寄せてまいります。で、以前からね、何度もこう動画にしているんですけど、まあ、日本一ね、渋滞する街になっておりまして、そしてまあ道路が狭いというね、印象が非常にあります。大都会のね、東京や大阪、また名古屋あたりからこう来られた方はね、わかるかもしれませんが、車線幅がね、非常に狭い。で、路側帯がね、ほとんどありません。電車通りはね、もちろんそうなんですけど、見ていただいたらわかると思うんですけど、この幹線道路ね、国道3号線でさえこんな感じです。ということでね、まずはこの国道3号線から国道10号線に変わる、照国神社から、西郷さんのね、銅像があるこの辺りがですね、皆さんが知らない謎のルールになっております。実はね、この先、国道10号線の、鶴丸城、五郎門近く、城山入り、ちょうどね、この辺りからですよ。城山入り口の交差点までがね、一車線になっております。多分ですね、鹿児島市内をね、よく走っている人はね、はっというふうに思ったと思います。この区間は、二車線でね、ほとんどの車が走っていると思います。ただね、この、道を管理する、九州地方整備局鹿児島国道事務所によるとですね、この区間ね、は一車線で間違いないということなんですよ。まあ、道路構造例によって一つの車線にはね、2.75 メートル以上の幅が必要で、ここは道路幅がね、約5メートルということでね、まあ、境界線を引いて2車線に区切ることはできないという理由だそうです。まあ、そしたらね、1車線道路をね、2列に並んで走るのは、こう、違反と違うのかというふうになりそうなんですけど、道路交通法によりますとね、一つのもう車線内を2列で走ることは、まあ、禁じていないということで、違反ではないということなんですよね。だからまあ当然取り締まりもないということで、まあ、この区間がね、一車線だと、分かってこう走っている人がね、地元鹿児島にも、どれぐらいいるのかですね、逆に私自身これ知りたい。というふうに思っております。ということでね、この辺り、まあ、3号線から磯街道の、ね、国道10号線も、まあ、長年の、ね、習慣で、まあ、普通に皆さんこう二車線道路として、走っているというふうに思います。ただね、この鹿児島のこう習慣というかね、慣習というかね、それを知らない他府県の、ね、方から来られた観光客の方やね、あと、まあ、地方の方ね、鹿児島でも、まあ、地方の方から来られた、不慣れなね、ドライバーさんにとってはね、結構これ迷うんじゃないかなと思います。あと、非常にまあ、狭いから走りにくいしね、危険な道路だと思います。で、実際にね、事故も多いようですので、皆さんね、この点については、本当にくれぐれも気をつけてください。はい。まあ、それではね、同じようなところ、ちょっともう一つ紹介いたします。で、その前にですね、このチャンネルはですね、関西出身のね、私、タクシードライバーのモーがですね、他府県民出身者の目線でね、まあ、鹿児島のこういろいろなところや面白いところ、鹿児島県民がね、意外とこう気がついていない、当たり前だと思っている、ね、そういう慣習とかね、ルールなど、まあ、様々なね、ことも含めてこう取り上げて、まあ、鹿児島の魅力をね、発信するチャンネルですので、ぜひともね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。
それではですね、次に紹介するところはですね、鹿児島市南部の副都心の谷山地域にあります、国道225号線の交差点、谷山港区入り口交差点です。ちょうどですね、市内中心部から坂の上平川方面に行く、南向きの、ね、車線がこちらが、ね、問題になります。国道225号線はですね、この辺りは、まあ、片側一車線の道路なんですが、この谷山港区入り口交差点の、ね、手前から産業道路に出る左折する車とですね、旧和田塩谷町辺りに入る、まあ、直進の車と、あと、斜め右側にね、行く225号線の本線の車がね、この交差点の手前で2列に並びます。ここもね、先ほどのこの15号線、磯街道のように、本来1車線なんですが、まあね、当たり前のようにね、2車線でね、2列でこう並んでいくのがこの地元のルールなんですけど、もちろんこの地元のドライバーはね、当然のように知ってるんですけど、他府県からね、来られたドライバーはね、特に、注意が必要です。というのはですね、この先に、鹿児島の方々はもちろん、まあ、九州でもね、有名な、コアラや、まあ、ホワイトタイガーがおります、まあ、鹿児島市平川動物公園があります。でね、土日はまあ大型連休はと夏休み期間中はね、本当に非常に混み合います。で、鹿児島市内中心部からね、来る場合はこのルートをね、通る可能性が非常に多いです。で、その際にこう注意が必要なのがですね、手前に鹿児島交通のね、松崎バス停がね、左側にあります。で、バスがね、結構止まりますので、まあ、そして、要するに斜め右に行く、ね、22号線の方面に、その、進行していきますので、この2列になる、こう、独自ルールがね、こう、ありますのでね、ちょっと慣れていないとね、この、まあ、迷ってね、バスと接触したり、また、どちらに行くかね、迷ったりというね、他府県民の方だとね、そういう可能性もありますのでね、こちらも、気をつけてください。はい。そしてあともう一つの、謎ルールの場所がね、同じく谷山地域にあります笹の木立橋の踏切です。こちらはですね、テレビの取材でもたびたび紹介されているので、ご存知のね、県民の方々もね、たくさんいると思いますが、ちょうどね、踏切の直近に信号があります。こちらの踏切がですね、問題なんですが、この踏切はですね、一時停止する車はほとんどありません。ではなぜか、県民みんながね、やってるから、まあ当たり前と、地元のルールと、いろいろとね、理由はあると思うんですが、ほとんどのね、車が停止しない理由はね、根拠がありまして、ですね、道交法にですね、道路交通法に、車両等は踏切の直前、で停止し、かつ安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし信号機の表示する信号に従うときは踏切の直前で停止しないで進行することができると、ここの最後の部分ね、後半の部分、うん、これを根拠にね、停止していないようですし、私もまあ同僚からね、この、法律ね、どこの、ことを聞いておりました。では実際に止まらなくていいのかを以前にね、鹿児島読売テレビね、KYT さんのこの、夕方のニュースかな、うん、そちらの方で番組内でね、調査しておられました。で、そして、まあ、鹿児島県警にこのことをね、聞いて、その時の鹿児島県警の回答が、ですね、びっくり仰天の一時停止しないと違反ということでした。多分ですね、鹿児島の皆さんはね、今のこの、私のことを聞いてこれえっと思ったと思うんですよね。うん、ほとんど止まってる車はまあいないし、違反だったらね、切符の切り放題じゃないですか。で、まあ当然県警もね、この事実は知っているわけで、どうもね、その理由はまあ前方の、矢印信号はあくまでも、225号線の、交差点の信号機で、この手前にあるね、赤の点滅信号、こちらに従って一時停止しないといけないということなんですよね。で、鹿児島県警もの、県警もこの事実は、当然知っておりまして、今すぐにということは難しいですが、一時停止しなくてもいいように、市電も含めて、踏切周辺のね、すべての信号機、の仕組みを変えられれば、点滅信号を、ね、なくすことができると。で、市電を管轄する、まあ、鹿児島市交通局ともね、話し合いをしながら、検討していきたいという、そういう回答があったということで、ね、
はい。まあ、ちなみにですね、この KYT ニュースのね、この取材があったのが2019年の6月ということで、残念ながらですね、今2022年の、まあ8月なんですけど、まあ今現在も信号機は変わっておりません。はい。まあね、この笹の木バイパスはね、慣れた地元の人たちがね、大体多いので、まあ独自ルールでもね、大丈夫だと思うんですけど、まあ来年はですね、鹿児島国体もありますし、はい、まあいろいろイベントもありますので、事故防止の、ためにもね、今一度、まあ鹿児島県警、また鹿児島市交通局ともどもね、話し合って、いただいて、こちらの方で検討していただければいいかなというふうに思います。ということで、今回の動画はいかがだったでしょうか。今回挙げた場所以外にもですね、まだまだたくさんのこのようなところがあり、また謎ルール、まあ独自ルールが多分あると思います。で、まあ他府県やね、地方から来られたドライバーのね、皆さんはもう十分に気をつけて運転してください。事故などするとね、せっかくの旅行とか、また、いろいろな思い出がね、台無しになってしまいます。はい。それではですね、また、鹿児島のね、いろいろなところやね、面白いことなど、魅力ある鹿児島をね、これからも紹介してまいりますので、チャンネル登録はね、まだの方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして、他にもね、このような情報を知っていたり、また面白いエピソードでね、動画の感想をね、コメントしていただけるとありがたいです。あと、グッドボタンもね、ちょっとポチッとお願いいたします。はい。それでは、また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。失礼します。さようなら。